クローバーネット TV サイクロチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。武田邦彦の本当の話、2月9日第3回放送です。私はアシスタントを務めます倉島桃子です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はクローバーメディア四季スタジオからお届けしています。それでは早速、この番組のメインでいらっしゃいます武田邦彦先生をご紹介したいと思います。先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、前回のお話になりますけれども、前回はすべてなるほどなと、すっきりとするような話題が。桃子さん、やっぱり真面目な感じでスタートしますね。そうですか。この前はね、いや、わずか2週間前なのに、はい、マイナス 9. 点何度の時に、前の日が、そうですね、次の日がマイナス 9.9 度かなんか、ほぼ10度、最低気温が、それで埼玉県のなんか今までの記録だったと。そうなんです。だ、今日はね、結構暖かいと。そうですね、寒さも短すぎてつまんないですね、うん、そうですか。もうちょっと長い方がいいと。かなりこうね、一桁台の気温ではあるんですけども、こう上下するのが大きくて。そうそう、まあ、今日なんかもまあ暖かいとは言えないけど、はい、あの辛い、そうですね、四季とは違いますね。そうですね、今日はなんか桃子さんの誕生日だっつって。先生、そこ振りますか、いきなり。すごいですね。いきなり電波の、今から歌いましょうか。ハッピーバースデーで、ハッピーバースデートゥーって。ありがとうございます。大変貴重な先生の歌声を。あんまり長く歌うとみんなが品種変えますから。最初の言い返しです。ありがとうございます。はい、どう、まあ、そのめでたい日ということは、2月、今日は何日ですかね。はい、9日になりますね。2月9日肉の日でございます。え、肉、あ、肉の日、はい、あ、今日は肉を食べる日っていうところが結構多いですよね。そうです か,、はい、ですか。焼肉屋さんなんかちょっとフェアしたりとか。あ、なるほど、なるほど。よくありますけどもね。なるほど、はい、まあ、先生に待っていただいたということで、まあ、気分を一新して、はい、新しい桃子でいきたいと思います、さあ先生、すっかりこの力をね、抜いていただきましたけども、先ほどお話に移りますけども、はい、今日の話題はこちらからということで、早速いきたいと思います。はい、ホットな話ということで、原油流出事故の話なんですね。で、実は私も先生からこの話題を聞くまで、はい、あまり詳しいことを知らなかったんですね。概要は少し入ってたんですけども、うん、詳しいことを知らなくてですね、まずは皆さんも、もう知らない方も多いかと思うの で, うで、ね、まずはネットでのニュースというのをまとめたものをご紹介したいと思います。はいはい、先月1月6日上海沖の東シナ海でイランのタンカーと香港籍の貨物船が衝突事故を起こしました。その後、タンカーは数日漂流し、1月14日に奄美大島沖の日本の排他的経済水域で爆発、沈没した模様です。乗組員32名は全員死亡したとみられています。ということで、そうですね。これね、まあ、非常に奇妙な事故だったんですね。はい、でまず一つは、ほとんどテレビが放送しなかった。はい、新聞もあんまり取り上げなかった。はい、ところが、これはなかなか多くの問題が含んでるんですね。一つはこれよくまとまってますけども、まあ、1月6日に東シナ海の上海沖でですね、これはイランのタンカーですね、はい、それと中国の貨物船が衝突した。はい、で中国の近海っていうか、もちろん中国の経済水域、排他的経済水域の中だったわけですね。はい、それでまあ、もちろん衝突してすぐ連絡はあったけど、中国は何にもしなかったんですよ。それでもちろんあそこは海流があるんで、はい、漂流してですね、だん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 危険になってきて、それでついに今度は奄美大島沖の日本の排他的経済水域に、まあ、漂流したわけですね。それでまあ、中国のことあんまり、僕悪口言うのはあんまり好きじゃないんですけども、はい、これはいくらなんでもね、国際的には許されないんですよ。うん、やっぱり自分たちの船が、で自分たちが関係している船が、はい、そのどん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 離れていって、うん、他国の領域に入っていくと、まだ爆発も何もしてないと、はい、そしたらやっぱり止めて、うん、それで接岸なんかして、で乗員を救助するとか、そんなの海難事故だから ね、うん、ね、当たり前のことなんですよ。うん、それ全くやらずに、まあ、日本の、まあ、悪意があったとしたらね、海流から言っても日本の経済水域に入ってくるのはまあ当然のことだったので、それでずっと入ってくるのを待った。
その間に重油が漏れる、まあ簡単には火つかないんですけど、はい、表面にずっと拡散していくとね火がつく可能性があるんで、約1週間後ぐらいか、はい、10日後ぐらいですね、ですねに爆発すると、まあ、いうことが起こったんで、これは本当はですね別に感情的になる必要ないんだけど、はい、ちゃんと日本で報道して、そして中国に対して警告を出して、まあ、日本の排他的経済水域に入ってくるから早くちゃんと止めて乗員も救えと、いや乗員は爆発で全部ものすごい爆発でしたからね、バーンっていう、だからそれ死にますよ、だからその前にやっぱり救ってやらなきゃいけないんで、ですね、かなりの32メートルかなりの、そうなんですよ、ね、それも多分桃子さんもあんまり知らなかったんじゃないかと、詳しいこの人数までは、そういう衝突事故があったのは知ってたんですけど、亡くなった方の人数とかその辺はよく知らなかったんですね。そうです、それ大体15万トン級のタンカーだったんで、はい、そのまま沈みましたんで120メートルぐらいのところだと思うんですけどね、水深は、そこ沈んじゃったんですね。それでもう沈んじゃったんで、表面にはもちろん油が浮くんですよ、重油がね、はいはい、汚染という意味ではですね、まあ、いっぱいいろんな問題がある、まあ、一つはまず中国が海難事故を放置したっていう問題がある、それから今度は爆発して人が死んだと、はい、それから今度は沈んで重油が流れ出したと、もう爆発しましたからね、大きな損傷ありますから、はいはい、それで重油っていうのは難しいんですね、油は普通水に浮くっていう感じでしょ、はい、だから水に浮くと思いますけど、はい、いや普通は思うんですけど、はい、重油ぐらいになりますと比重が 1.2 ぐらいが多いんですよ、成分によるんですけど、はい、そうすると下に落ちるんですね、ですから2つに分かれて、1つは海水面に浮かぶ、はい、もう1つは成分によっては下に沈むっていう、そういう状態になるんですね、はい、それで今度はそこからどうなるかって言ったら海流で流れるわけですね、その様子をちょっと海流の地図がありますかね、まあ、別のやつでもいいですけど、ね、はい、今のものいいですよ、今一つ戻ってもらって、事故の影響はってことと、はい、それからこの事故から見えることは何かっていうことですね、はい、で次の図をちょっと見ますとね、ちょうど沈没したのがですね奄美大島沖ここら辺なんですよ、はい、でずっと上海駅ここら辺から流れて、流れるのは大体ここら辺の海流こういう方向に流れてるので、うん、どうしても中国のものは こっち来るんですよ、はい、ヤシの実とかいう話が違う、なもしらぬ、はいはい、ああいうふうに、ね、流れてくるんですね、はいはい、こっちの方向しか流れません、うん、ですから必ず中国はほっとけば日本の方に来ると、うん、ね、まあ、いうふうに読んでるわけですね、うん、でここでね実は沈没しましたでしょ、はい、それでね環境汚染っていう意味じゃねこれ非常に難しいんです、はい、ですね、大したことない場合もあるんです、うん、それはみんな沈んじゃうから、はい、あんまり大きく移動しないので、それで、それからもう一つは石油っていうのはねあれ生物の死骸なんですよ、はい、生物の死骸、はい、ちょっと古いっていうだけ で生物の死骸っていうのは常に海にいますから、よく石油が漏れたっつって重油が漏れたっつってね大騒ぎするでしょ、はい、あれはちょっと錯覚があって、僕は汚染されていいとか言ってんじゃないんですよ、死骸っていうのはもう毎日死骸があるんですよ、うん、魚も死ぬし、はい、どんどん死ぬわけです海でね、はい、ですから死骸という意味では石油の汚染っていうのはまあちょっと言葉が激しいんだけど大したことないんです、うん、っていうのは自然のサイクルの中で処理されるんですよ、うん、っていうのはその自然じゃないものは、はい、なかなか地球上では処理が難しいんですね、つまりその、はい、食べるバクテリアがいないとか、はい、そういうふうになってるわけですよ、うんうんうん、ところが生物の死骸というのは常時出るので、うん、生物の死骸の処理っていうのは地球環境の浄化作用の中にあるんですね、はい、だからまあある意味ではいいんです、ところが現実には重油っていうのはこのベトッとしてアスファルトですからね、はいはい、ですからもう生物にゴロッとつくと、うん、そのまま生物も死んじゃうと、よくテレビの映像なんかで黒っぽいドロドロしたものが、そうそう、海鳥かなんかにこうそうそうまとわりついてるのを洗浄するような作業っていうのが映りますけど、そうそう、まさにその映像の感じですね、桃子さんははい、フェイクニュースに騙されて、え、本当ですか、そう、ね、湾岸戦争の時、湾岸に、はい、石油が大きく漏れた時あるんです、はい、その時に水鳥が真っ黒になった水鳥が、はい、その映像がガンガン出たでしょ、出ました、あれは
誰かが銃を鳥にかけて撮影したものなんですよ。そんな、それもバレてるんです。あら、であれはもうバレたんだけど、はい、あまりに多くの人が見たから、 あんなことはないですよ、うん、鳥なんかそんなとこ近づきませんから、もともとそもそもが、そうあれは頭からあの鳥を捕まえてバーってやって殺した図なんですよ。それをアメリカのね、あれはどこの放送局だったか、放送局じゃなかったですね、あれはね、誰かのカメラマンがインチキして写真を出したの。素直にそれを受け取ってしまいました。そうなんですよ。いや、まあ日本人は素直な人多いからな。それは大変。これはね、ものすごく有名な話なんです。いや、環境関係では、うん、だけど それも問題なんだけど、日本のテレビも NHK もあの他のテレビもそれから新聞も全然報道しない、はい、そのフェイクだった、嘘だったってことは、どっちかって言ったら本当だと思って流しちゃったから、はい、俺たち流しちゃったからね、もう訂正できないよっつってそのままなっちゃって、みんな頭の中そうなって、うん、それで僕にもこの事故の後に随分視聴者からね、視聴者というか読者から、はい、先生これ大丈夫ですかって来たんですね。大丈夫ですって答えたけど、まあ、一つ一つ丁寧に答えられなかったから、今日ちょっと放送していただけるのでね、うん、はい、でその問題があるんです。まず死骸であるということで、はい、自然の中に浄化作用を持ってるってことですね、はい、ですから環境汚染はそれほど長くは続かない、うん、それからあの海鳥の図は、はい、あれ人間が作ったもので、あれは間違っていいです。あの獣を鳥の頭からかけて捕らえた鳥をそれで取ったわけですよ。だから悪辣なんですよ、あれ。すごい、鳥の世界では大変な事件でしたね。そうそういうことがあるっていうことが、うん、まあ、あるんですね、うん、ただですね、かといって油断はしちゃいけないっていう問題なんですよ、うん、はい、100メートルぐらいのところに沈むでしょ、はい、したら軽いものから重たいものベットベットしたものまでか少しずつ少しずつ出るわけですね、はい、それが海流によって流れるわけですよ、うん、そうすると、まあ、どこかでですね、それが牡蠣とか、うん、それの大量について、はい、もう漁民がものすごく大きな影響を受けるっていう可能性があるんですね、うん、でね、漏れた規模はね、これもまたねフェイクなんですよ。あのね、過去最大規模っていうね記事がいっぱいあったんですよ、はい、全然最大規模じゃありません、うん、最大規模ってのは200万トンだから、はい、だから200万トンって今度はね、一番最大で15万トン。だから15万トンは漏れないと思います、うん、まあ、普通に考えたら3万トンぐらいしか漏れない、うん、と思いますね。これはまあ私の推定ですよ、はいはい、ですから200万トンから100万トンクラスっていうのは何件かあるんですよ、うん、これで、まあ、過去に10番目以内っていう報道もある。これも嘘で、10番目以内っつったらやっぱり20万トンクラスですからね、はい、ですからあの過去の例から言ったら、まあ小さいあの重油流出事故です、はい、うん、それから周りであのフェンス張りましたからね、はい、まあ、その意味でも、難しいところなんです。ただですね、ニュースとしては大きく取り上げるべきだと思うんですよ、はい、まずタンカーの爆発があって石油が流れて、はいはい、特定のあの人が、非常に汚染を受けましたから、はい、あのそれは注意しなきゃいけない。この時にね、何をやるべきかって言うとですね、まず中国だから遠慮したんじゃないかっていうのが一つあるんですよ。わざと報道しなかったんじゃないか。それで日本に来て爆発して、はい、それで三十何人が死んだから、はい、日本助けろと海上保安庁行けって、それはいくらなんでもひどいんじゃないかという問題と、それから、汚染はするけども自然界の中で解決できる汚染であるということ、うんうん、まあ、それから今桃さん言ったから、あの鳥の図は間違嘘なんだっていうこと、それからこれはね、本当は環境省の環境研究所なんかちゃんとしたコンピューター持ってるんで、うん、もう次の日にはやっぱ汚染がどの地球にどういうふうに広がるかっていう予報をね、やっぱ出すべき問題なんですよ。そうですね、ええ、それはね、どうしてやらないかというと、うん、僕の考えですよ、はい、僕の考えではお金にならないんですよ、うん、要するに予算もないんですよ、はい、こういう突発については、うん、だけど環境研究所なんか大型のコンピューター持ってて、はい、それで地球温暖化なんか計算してんだから、はい、地球温暖化の計算をちょっと2日やめて、うん、でこの計算をすれば、うん、もう翌日にはね、どの地点が汚染されるのか、もしくは汚染されないのかという情報を沿岸の人に流すことができるわけです。そうですね、これね、沿岸にね、ベトシさんがついてくる可能性もあるんですよ。そうですね、あの距離が距離。そうですよね。漁業関係者の方は一番知りたい情報。そうです。情報。そう、あの、ね、網なんか出してたらベラーになるかもしれないから。そうですよね。だからあの環境で一番大切なのは、その温暖化もまあ大切だという人もいるけど、はい、ここですからね、起こったのが。本当ですね、だからね、やっぱりね、それはあの黒潮の方に行くのか、対馬の方に行くのかね。
どこら辺でそれが行くのかってのはやっぱり一応10万トンクラスの漏れがあったとしてやっぱりやるべきだと私なんか思いますけどね。ですからこの問題は何ていうのかな、事実をきちっと報道しないっていう点でも問題だし、いつも環境汚染って騒ぐんだったらね、はい、これぐらいやってくれという感じがしますね、はい。市民住民、国民が身近に感じる部分っていうのは、積極的にこう取り入れてもらってとか、正しい情報をやっぱり欲しいっていうところですよね。そう、それで僕は今日ねここでゆっくりと時間取ってもらったからこのことを今話したから、はい、皆さんお分かりになったと思うけど、はい、僕のメールに断片的にどのくらいの影響かとか来ても、はい、大したことないですよとか言うしかないんですよ、うん。だから石油が生物の死骸であり我々と同じ組成なんですね、はい。ですから例えば石油から作ったものっていうのが人工物って言われることあるんですけど、はい、石油から作ったものはほとんど人工物じゃないんですよ。人工に似てるんですよ、はい。例えば女性が履いてるストッキング、はい、あれポリアミド66ってやつなんですけど、あれは筋肉の構造と一緒なんですよ。だから女性の足、ストッキングを履いている女性の足っていうのは自分の筋肉の上に筋肉と同じ網目を履いてるんですよ。で片方は自分の肉であり、はい、片方は石油からですけど、なんで同じ構造になっちゃうのかっつったら、それはもともと生物の死骸だから、生物の死骸を生成して作るからどうしても生物に似ちゃうんです。そうじゃないものもわずかあるんですけどね、それは非常に珍しい。むしろ石油製品っていうのは、生物に近いっていうのが正しいんですね。ですからこういった事故も20万トン漏れた例があるんですけど、我々湾で、はいはい、それでもやっぱりそんなに大きな環境破壊にならなかったったら環境派の人に怒られちゃうんですけど、要するに後に残るとか、はい、産業が非常に傷むとか、はい、みんな人間が被害を受けるとかそういうことはなかったんですね。ですからそういう正しい知識をきちっと伝えていくというのは非常に重要だと思います。そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい。ではここでお知らせを挟みたいと思います。はい、はい、この番組をぜひ応援したいという会社様からご連絡をいただきまして、早速ご案内したいと思います。はい、バイタルアクト様からのお知らせです。武田先生のお話で私たちが元気になるように、弊社もこの国の元気のために力を尽くしたいと思います、ということでサプリメントのバイタルアクトでは、綺麗な肌と健康を保ちたい方にぴったりの製品をご用意しています。完璧な栄養バランスで美肌を内側から作り、あなたの健康レベルまで底上げします。まさに一石二鳥、本当のサプリは飲めば分かります。お得なキャンペーンも実施中ということで、番組ホームページと YouTube の詳細の部分にリンクがございます。では引き続きみんなで番組を楽しみましょう。以上、バイタルアクト様のお知らせでした。番組の応援誠にありがとうございます。番組をご覧の皆さんもどうか応援企業様をご支援くださいますようお願い申し上げます。そしてクローバーメディアでは、番組を応援してくださるお店や企業を随時募集しております。クローバーメディアまでぜひお問い合わせください。さあ、お知らせはここまでということで、次のテーマに先生参りたいと思います。はい、次は本当の話の家庭編ということです。視聴者様からのご質問がございまして2通ほどあります。早速5つ目からご紹介していきます。石油のことについて武田先生のスカッとする明快な解説に感動を覚えました。武田先生の計算では石油は1000年大丈夫、石油を使い出して115年、確かに言われてみればその程度の歴史しかないんですね。しかし上さんは目先の電気代、ガス代、水道代と口うるさく言います。武田先生の話を上さんに理解させるためには、どのようにしたらいいと思いますか。アドバイスをお願いいたしますというものがまず1つ。なるほど。そしてですね、続きもう1つございます。はいはい、武田先生、桃子さん、クローバーメディアの皆さん、楽しい番組が始まったことを非常に喜んでおります。前回優生生殖の結果、はいはい、兄弟は違って当たり前というお話に納得したばかり、これは私も納得した話ですけども、はいはい、先日妻が兄弟喧嘩をしている子供を強く叱っていたので、はい、私が妻をなだめようとして武田先生の話を出しました。兄弟は違って当たり前だからと言ったところ、はいはいはい、あなたの悪いところが似たのよと思わぬ方向から反撃を受けました。そこで親子だって違って当たり前、トンビが鷹を産むと言うでしょうと言うと、はいはいはい、カエルの子はカエルです、と
火に油を注ぐ結果となりました。そこで質問です、はい、親子はよく悪いところが似るなんて言いますが、うん、遺伝しやすい形質とそうでない形質があるのでしょうか。なるほど。妻を納得させ私の名誉を回復させる方法を科学的に教えてください。なるほど。ということで、まあ、ご家庭での様子が手に取るように分かるような感じがありますけども、もう僕なんかも結婚生活長いから、はい、もう今の話なんかも日常的にずっと起こってるからね。何しろ妻に勝とうなんて思ったら全く間違いで、まあ、素晴らしい発想で早く引くっていうことが大切なんですけど、素晴らしい発想、もう結果が先生出ちゃってる。外に行って飲むという。分かりました。ね、はい、この問題はね、3回ぐらいかかるんですよ、はい、本当に夫婦が喧嘩しなくなるには3回ぐらいかかる。あら。で最初の質問2回目はちょっとよく知らなかったんですけど、はい、最初の質問を聞いた時に、はい、これはね夫婦から言ったらダメだと思って、うん、ちょっとねご質問は夫婦なんだけど、はい、今日は親子をやります、はいはい、で 前回兄弟やりましたでしょ、はい、やりました。で今日は親子、親子、夫婦が一番難しい。あら、夫婦が夫婦が喧嘩しないのがもう一番難しいんで、他人同士っていう、他人同士でもあるし、まあ、その他にもある、はい、それで今日はですね親子喧嘩を一回でもした人は、はい、夫婦喧嘩は止まらないんですね。それをちょっとお話をしたいと思います。ちょっと面白いですね。そうですね、はい、だからまず夫婦が仲良くやるための前段のはですね、親子喧嘩の原理、うん、これを知ってなきゃいけないんです、はい、これを知るとですね、それだけで夫婦喧嘩が少なくなる人がいます。いますが、はい、まあ、その夫婦喧嘩の話はもう一段難しいんで次回やるとして、まず最初の知識が必要ですのでね、はい、今日はこれをやりたいと思います、はいはい、親子喧嘩ね、はい、親子喧嘩が起こる原因ですね、はい、これはですね、このあれはこのグラフだけ出るときは僕が指してるやつは出てこないですよね。出てくる？あ、そうですか、それじゃあ大丈夫ですけど、このグラフはですね社会調査の一つですね、はい、それで、1973年、1983年、1993年と、まあ、10年ごとに行われて、まあ、3回行われてますけども、期間としては20年、つまり1973年から1993年までの20年の人の心の動き、はい、まあ、日本ですね、はい、うん、それを調べたもんで、非常に質問が良かったんですね。婚前交渉を認めるか認めないか、うん、でっていうのはですね、その婚前交渉を結婚する前にセックスするかどうかなんて問題は、大昔はもう自由だった、うん、ある程度社会に規律ができると今度はダメってなって、一回ダメになるともうザーッとするか進んで、もう絶対ダメまで行って、絶対ダメだと今度は窮屈だからっつって、いいんじゃないのってなるっていうね、うん、そういうその何が正しいかっていうことは決まってない、はい、つまりその社会の時、その時その時によって変わってくるような質問を出してきた。これこの調査は他の質問もあるんですね。例えば結婚はすべきだかとか、子供は持つべきだとか、はい、まあ、やや家庭的な質問がいっぱいあるんですけども、この質問が一番良かったんで傾向がはっきり出たんですね。ちょっと説明します。1973年一番古い調査では、年齢取りますと、こっちの黒い線ですね、はい、黒い線っていうのは上が婚前交渉いいよっていう方で、こっちがダメだよっていう方なんで、ダメな人が多いっていうことです。古いこっちね、線がこっちに寄ってます、はい、こっちに寄ってる、上の方に寄ってるっていうことは、全体としては、婚前交渉はあんまり良くない。次の10年後は全体的にこっちに寄ってくるんですね、うん、こっちに寄ってくるってことは、全体的にこう婚前交渉を認めないっていう人が減ってくるということなので、はい、まあいいじゃないか、でさらに10年経つともっといいじゃないかと、まあ、こういうふうになるんですね。縦軸を見ますと、例えば40歳の人を取りますね。そうしますと最初の調査では約 62% の人がダメっていうんです、うん、ところがこの40歳の人が、次の10年後の調査では 40% 減っていて、うん、それからさらにもう 20% になっちゃうと。だからかつてほとんど、まあ、多くの人が婚前交渉なんかダメだよって言ったのが、10年ごとに 20% 下がって、それでもう40歳の人でも1993年にはまあ 20% しかダメだっていうか、2割がダメだとあと8割いいっつってるわけだから、世の中大きく変わってるわけですね、はい、ところが
このそういうそれは当たり前じゃないかとね、あの婚前婚後がだんだん良くなってくると当たり前じゃないかというふうに思うんですけど、違うんですね。この本質はどこにあるかというとですね、1973年の調査、この黒線の調査の時に30歳だった人ね、30歳だった人は 40% がダメだっつってる、 40% ダメだ。次の調査の人はこの30歳の年齢じゃないんですよ、うんうん、10年経ってるから40になってる。で40になってる人の答えを見ると10年前と同じなんですよ、うん、ね、本当だ。それからさらにこの人は次の調査では50歳になってるんですよ、うん、で50歳になるとまだ40なんですよ。ということはね、これは社会調査だから全部でやるんだけど、その1973年に30歳になった人の群というのを見ると20年間全然考えが変わってないんですよ。つまりこれね、40歳の人がどう変わったかってさっき説明しましたね、はい、そうすると10年ごとに 20% も婚前交渉がいいってなってるっていうと、みんながあそうか、うん、時間が経つとみんなが婚前交渉いいってなるんだなとか思うんだけど、実はそうじゃなくて、一人の人に注目したら30歳から50歳まで全く意見が変わってないんですね。そうですね。それでまあちょっとさらに細かく整理すると、人間がこうあるべきだ、これはこうあったがいい、日常的なことですよ、はい、熱いお茶をすぐ飲むとやけどするとか、布団はこういうふうに敷くべきだとか、毎日布団を上げるべきだとか、こういう細かいことが家庭って全部あるでしょ、はい、それが固まるのがね、25歳なんですよ、これがぐちゃ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 してるの、これ整理するとまた面白いんですけどね、25までは変わっていくんですよ、まあ、ある時は布団ちゃんと親が布団畳めてたから布団畳んでる、そのうち中学生ぐらいのズルになって沈んでいいじゃないかとなる、ところがまあ20ぐらいになるとやっぱりこれ上げた方がね、精神衛生上いいかなとかってこう変動していくんです。それがここなんですよ。それからここもちょっと変動してるんですね、はい、これあの次の2003年もあるんですけど、それもずっと見ると分かるんですが、65歳を過ぎますとね、今度は自分に自信がなくなってくる、うん、それでどうも世間はね、この頃は婚前交渉いいとか布団あげなくてもいいとか言ってるから、うん、俺もそうしようかなと、老いては子に従えだからなとか言ってね、変わっていくんです、うん、でだから人生は25歳までが発展段階として変わっていくんです。それから65歳以上が、まあ、老齢で変わっていくんですね。で25から65までは実は人間っていうのは25歳にできた時の考えでいくんですよ、ずっと。もう全く25歳から65歳まで教育しても意味がないんです。本当全然人変わりません。そうなんですね、はい、その正しいかどうかっていうことは変わらない、知識は増えてもね、でそういうことをよくまず分かんなきゃいけないんですよ。一番大切なのは30歳の人が10年後20年後と同じ答えをしているってことなんですよね、つまりその社会が変わって新聞読んでテレビ読んで最近はこうなったなと思っても、うん、社会がずれていくと思っても本人の心が変わらないんです。だから社会がどんどん変わっていくと思うのは古い人が死んで新しい人が入ってくるだけであって、あの一人の人は変わらないんですよ。それがものすごく重要で、それをまあ親子喧嘩も骨身に染みなきゃダメ、それでそれが骨身に染みたとしますね、うん、はい、そうすると子供が30歳親父が60歳としますね、はい、これ普通ですね、30の時の子供、はい、そうですね、うん、そうすると子供は婚前交渉がいいと言ってるのが 80% つまり8割、婚前交渉ダメだったら2割、うん、で60の親父は婚前交渉いいって言ってるのが、あ、ダメだっつってるのが 80%、ね、ここが90だ、100じゃない、それであと 20% がダメと、つまりね全く真逆なの、真逆なの、つまりね親と子供、今30歳差でしょ、親と子供っていうのは日常的な価値判断とか道徳的な判断が真逆なんですよ、真逆なんです。真逆なのをね、親が俺の意見に従えっていうことを言ってる人がいるんですよ、ね、息子にお前ダメじゃねえかそんなこうやるんだとか言ったり、お母さんがねこれはこうやるのよっつってんの、それ全部受け入れられません。すごいすっきりしますね。そしてそのもし子供がですよ、うん、親に従った場合、はい、その子供はね30だったらずっとここを歩くことになる、あ、じゃあここじゃなくて
ここに飛んで歩くことになるんですよ、うんうん、ってことは時代遅れになっちゃうんですよ。だからその子はね、今度社会に受け入れられないんですよ。つうのはその子の社会はここの社会、うんうん、で親の社会はここの社会で、もし子供が真から心の底から親に従ったら、この時にここにジャンプするでしょ。したらね、もうそれは友達とか会社とかで会わなくなっちゃうんですよ。だから親はね、自分の価値観を子供に押し付けちゃまずいけないってこと、もしも子供が素直で親の言うことを聞いてしまったら、その子供はね、まあ、出世とか世の中で楽しく暮らしていけない。だって60歳以上の人っていうのは常に電車に乗っても腹立てたりしてるんですよ。なぜ腹立てるかって言ったら、ここの人たちがいるから、電車に。そしたらここはいつもいつも違うの乗ってき方から、スマホから何から、そしたら腹立てるわけですよ。で腹立てた状態を息子とか娘にやらせたら、その子供はね、いつでも腹立てることになる、人生ずっと。だからもうこれは大変な、まあ罪っていうか、まあ罪って言ったら親御さんに悪いんだけど、もちろん親御さんは良かれと思ってやってるんですよ、はい、だけど社会はこうしたもんなんですよね。なるほど。だから30年の差、まあ親子とは大体30年の差ですね、はい、30年の差っていうのはもう克服できないんです。ですから、子供は子供の良し悪しでやんなきゃいけない。だから25歳までに子供がその時代の正しさを判断できるように、うん、そういう教育じゃなくて、教育はできないんです、親はね、はい、親は時代が違うから教育できないんで、はい、そういうふうに子供が考えるように周辺環境を整えるっていうことですね、うん、それで周辺環境を整えて、子供がその時代の普通の考えっていうか、はい、正しい考えっていうか、はい、それを持つようにさせといて、そして親は非常にハラハラするわけですよ、はい、娘が彼氏となんか、旅行2泊3日で行くわ、お前冗談じゃないよ何も結婚しないじゃないかって言うんだけど、はい、違うんですよ、うんうんうん、そこでグーッとこらえなきゃいけない、はい、これはね、親が、まあ、グーッとこらえなきゃいけない、ね、で自分の考えと違うから相手が間違ってるわけじゃ全くなくて、うん、それが時代の流れっていうもんなんですね。だから時代の流れってすごく大きいんですよ。で、まあ、ある時に僕はね、テレビでね、これはカットされますから出ませんが、はい、僕が入社した時、僕の脇の部長が僕にね、武田君、女子社員を手なずけるって言ったんですけど、手なずける方法を教えてあげるよ、ね、はい、必ずまずお尻を触れって言った、ね、あの女子社員はみんなお尻を触らたがってる、これね、どのくらい前かって、今からね約50年前、ほう、今から約50年前っていうのは、うん、それがセクハラ、あの頃セクハラなんてもちろん話ない、そうですね、うん、はい、それから女子社員はあの頃部長がお尻を触ったら喜んでましたよ、確かに。いやいや、心の中喜んでるからしょない、喜んでふりをしてる、そうそう、周りの目から言って喜ばざるを得ないような状態にあった、それね、今の女の子なんか言ったら、女の子っていうか特に30歳とか35歳ぐらいの人言ったら、何武田さん言ってんのってやられるから、僕ね、いやこれ僕が言ってんじゃないですよ僕が入社した時の部長が言ってる。でね、この話をちょっと今持ち出したのは、はい、そんなことあるのって感じなんですよ今は、うん、ね、うん、そうですね、うん、それで第2番目が肩だって言われたんですよ、はあ、まず第一お尻触れ、それから肩触れ、はあ、これで女子社員は協力してくれるって言うんですよね、だから ね、 すごい感じですね、あなたはまあお母さんだけど、はい、それでもえらく違う話だと思うでしょ、すっごいびっくり、それでびっくりでしょ、はい、だけどもそれが僕大会社ですからね、はい、大会社で普通に行われていた。でその頃はペットボトルがないから、はい、だからペットボトルのリサイクルなんて嫌いなのがそれなんですけど女の人みんなお茶組ですよ、はいはい、誰かお客さんが来たら女の子パーッと仕事掘って、女の子にとっては仕事よりかお茶組の方が大切な時代ですよ、バーッとお茶組んで出して、だから女性の仕事とか遅いとか早いとかもう全然言えないわけですよ、優先順位が違うから、はい、そういう時代だったのね。だけどそういう時代に生きた僕らが今の時代の人を、つまりそれはね、僕社会的進歩だと思うんです、うん、もう絶対に僕はあの進歩主義っていうか
社会は絶対悪い方向に行ってないっていう、うん、もう確信があるんですよ、まあ、科学者だからこそ、はい、僕が会社に入った頃のことをもう一個だけ言いますとね、はい、ある寮に独身寮で入ってた、はい、したらあの頃まだストームっていうのがあって、はい、それでよくあの飲み方だったら上司のうちの奥さんのところに奥さんを見にバーって行くんですよ、はい、夜中の1時頃、はい、そして奥さん寝ぼけて出てくるでしょ、化粧もしない、はい、そしてさあ酒出せ酒出せって3時頃まで飲んで帰るって、これあったんですよ。これはまだ良くて、僕は独身寮にいたんだけど、ちょっとあなた桃子さんなんかね信じられないと思いますよ、寝てるでしょ、そうすると酔っ払った同僚がバーッと部屋に入ってくるんですよ、独身寮の、はい、そして僕の布団の上におしっこするんですよ本当ジャーッとおしっこしてダーッと出ていくんですよ。寝ぼけちゃってるっていうことで、あ、酔っ払って、じゃあ酔っ払うとそういうことをやるバンカラの時代なんだ、あ、ね、それがバンカラの時代、うん、で僕 の, あの寮は2階建てだった、はい、でね、2階で南に向かって、南にもちろん窓があるから、はい、南に向かっておしっこするんですよ2階で、と風が南風だとこう言って僕のとこ入ってくるんですよ。で僕慌ててドア閉めて、あ、窓閉めてほんでまたやってんなってなもんなんですよ。これね、たった50年前の日本の姿なんですよ。うん、でだからまあ今日こういう話だったから、これ聞いた人がね、で親御さんで、だからね、はい、僕はね親子喧嘩一回もしたことないんですよ。そうです、うん、あのどうしてかって言ったら、親と子はこう肝心なこと言うんですけど、はい、親と子は意見を合わせる必要ないんです、うん、愛情だけでいいんです。私の中でその喧嘩の定義っていうのはどのものかっていうのがちょっと気になるんですけど、ね、あの普通に自分の意思、ね、思い、親に分かってほしいっていうのを、まあ、主張するパターン で、うんうん、でそれをうんうん聞いて、でもこういう意見だよってこう反対の意見を親も言ったりしますけども、うん、そういったものはもう喧嘩のレベルなんですかね。僕なんかはこうしてたんですね、あの子供が言ったら、はい、あ、そうかと、お、そうかと、うんうん、ね、で子供が僕にアドバイスを求めたら、うん、僕だったらこうだよと、うん、こう言うと、それを娘が、まあ娘だけど、娘がどう考えるかは、うん、娘の時代の中で考えさせなきゃいけないんですよ。うん、親の世界はその正面の世界とかそういうお尻触る世界、うん、その世界を子供に持ち込んじゃいけないんですよ。なるほど。それでこれはその特に難しいのが、数学の問題 1+1 は何ですかって言ったら必ず2なんだけど、はい、もう時代とともにガンガンガン変わっていくものなんですね、うん、特に家庭の問題は、はい、だからあのその家庭の問題に対して、そのどういうふうに相手、もちろん難しい問題生じるんですよ、はい、そのまあ、僕の場合なかったけど、その例えば婚前に彼氏と旅行に行ったらどうかって、僕なんかだってすごい迷うと思うんですよね、はい、だからそれを目をつぶれっつのできないよって言われればそうかもしれないんですけど、そういうこと、うん、それに似たような類の話ってのはやっぱりあるんですね、うん、家庭ですから、うん、はい、家庭は特に狭い、同じような細かいことをやりますからね、はい、だからまずこれ、うん、あの夫婦よりか先にこれで、親子が言い合ってるようでは夫婦はダメなんですよ。これ次回ちゃんと夫婦の今度問題やりますけどね。だからこの、あのグラフをちょっとあのネットだから取っといて、ね、子供がものすごく悲惨な目に遭いますから、親に素直な子供っていうのはその分だけ遅れますから、みんなからでも反抗してちょうどいいっていうことなんですか。反抗と思うからいけないんです。別に反抗してじゃないんだよ。別に子供は子供の、あの正義を言ってるだけのことで、うん、それと親が違う。ただね、25歳までは反抗が入るんですよ。なぜ反抗が入るかっていうと、このグラフで分かるんですけど、自分の意見が固まらないんです、はい、だから親を鏡にして反射して言うんですよ、うん、だからそれは反抗なんですね、うん、つまり自分の意見がはっきりしてて言う場合と、はい、親は子供を見ててね、自分の意見がはっきりして言う場合と、自分が親に親の意見を反射させて、あ、分かりますね、それで俺の時代と違うなと言ってくるやつは、うんうん、子供の反抗なんですこれは、うんうん、だけどその反抗で言ってきてるのか、自分の考えが固まって言ってきてるのかは親が分からなきゃいけない。指導者はそれが大切なんです。それが分からなければ指導できない、本当は。その子の心の中が分かって、うん、はい、それで、あ、これは反抗で言ってるなと思ったら、自分の反抗の時はね、親父を映しながら言ってるから、うんうん、ね、反抗っていうのはこういうことなんですよ。あのおぼろげな
感覚があるんです、はい、子供に、はい、それを親にぶつけると、うん、親の鏡に返ってきたやつがえらい違うんですよ、うん、それしてそれに反抗してるわけだから、こっちの鏡をちょっと変えてコントロールしてやるんですよ、うん、反抗は、はい、それからもう一つは子供がしっかりした意見を持ってて、はい、それが親と違う場合、うん、それは本質的には子供のが正しい、うん、で親は子供の言ってることが間違ってると思うはずなんですよ、うん、はい、だから僕は子供の言ったことは間違ってると思うけど、その間違ってると思うこっちが間違ってるんですよ、うん、ね、だから反抗の時はちょっとこれ難しい、25まではどうしても反抗がありますから、はい、しかし25からはやっぱり子供の意見なんですね、うん、ですから自分の意見と違うからっつって、あの子供が間違ってるっていうのが一番子供の将来には危険なんです。すごいです。これもストンときましたね。私これね、学生に説明するんですよ。はい、すると学生はね、どういう感想文を書いてくるの。親喧嘩、あの時にこういう親子喧嘩したけど、うん、あれはまずかった。親父は親父の正しさを言ってたんだ。分かったっていうね、あの答えがすごく多いんですよ。だからこれ早く教えてるとかいいですよ。そうですね。私もあのラジオの中のなんかコーナーかなんかでもこれはもう繰り返し言った方がいいんじゃないかっていうぐらい、そうそうそう、もうすぐにも実践できますね。これがね、はっきり、本当にはっきり分かったらね、はい、もう親子の間のこう亀裂っていうのはすごく少なくなります。だから親の方がやっぱりね、反抗期の時は、はい、反抗期ってまあ大体14ぐらいから、はい、まさに、まあ、20ぐらい、うん、その頃までの間っていうのは、はい、親が子供が自分の意見を言ってるか、自分を鏡に映して言ってるか、親の、うん、親を鏡として言ってるかっていうのがね、一番考えなきゃいけない。鏡として言ってるのが普通なんですよ、はい、その鏡として映したやつが違うんですよ、今は自分の世界と友達の世界と、はいはい、だからカッとくるんですね。だからそこのとこはやっぱりこっちの親の方で鏡ちょっと変えてやんなきゃいけないんですよ。そうすると、まあ、納得する範囲に入るから、それで子供も少しずつ親のいうところに近づいていくということはあるんですね、うん、反抗期はね、はい、それもまあ考えちゃう。とても参考になるお話だったと思います。もう即に実践したいと思います。はい、だから僕の実績は親子喧嘩一回もしたことない、一、うん、回もない。なうん、それはもうどうしてないかっつったら、それはしない方法があるっていうことですね。まあ、そういうことです。考え方でね、そんなにも違ってくるとは、もう、はい、そう、明日から楽しみな感じですね。そう、はい、アメリカに今度行きましょう、はい、じゃあこの次の話行きましょうかね、はいはい、前回まあ先生がお話になる予定で、これもまた時間の関係でお話できなかったんですけども、次は本当の話の世界編で、今日ちょっとアメリカの話を、ね、はい、取り上げるということ で、ね、はいはい、じゃあその中からいくつかあるんですけども、その中で一つお話していただきましょうか。そうですね、4つね、はい、お話したいと思いますので、はい、次回こそが、次回こそ話を短くして毎回そんなこと言ってるんだけど、はい、アメリカは今4大苦悩の中にいます、はい、第一苦悩が2040年には白人国家でなくなる、うん、アメリカっては普通白人国家じゃないですか、はい、それが白人国家でなくなる、うんうん、それから第2番目がもう金持ちがほとんど支配してる、全人口の 0.1% の人が現金の 50% 半分を握ってるっていう、これ衝撃的な、もうものすごい社会になって、はい、それが今度はその金が議会に流れて、うん、実体民主主義から金権主義、寡占政治になってる、うん、もう最後はね、ちょっと質的に違いますが、かつて全世界の 60% の経済力を持ってたあのアメリカがもうすでに4分の1を切ったんですよ、一昨年かなんか、はい、それで世界からずっと引いていってますね、うん、はい、ですから日本のアメリカ軍も引いていきます、うん、その時の問題があります、はい、で今日は、時間の関係上2040年に白人国家でなくなる、これ非常に簡単なんで、はい、まあ、5分ぐらいでは、はい、5分でしょあと、はいはい、済ませられると思いますが、はい、正確に言うとですね、計算上はね、2042年に白人の数が 50% を切るんですよ、はい、そうなりますと、で僕2040年って書いたのは、はい、ちょっと計算し直すともうちょっと早いんじゃないかなと思うん で、はい、一般的にアメリカの研究報告なんか見ると2042年になってますけど、はい、現在の移民の状態、まあ、トランプ大統領がどうするかだけど、現在の移民の状態とそれから出生率の関係を見ると、はい、もうちょっと早いかなと。そうするとね、2040年に白人国家でなくなって有色人種国家になるわけですよ、はい、そうすると選挙したらマジョリティが勝つから、うん、白人の権限がどんどん奪われる、はい、
それで現在どういう権限が奪われるかっていうのは、うん、カリフォルニアみたいにもう有色人種の多い州があって、はい、そこの州がどうなってるかってみんな分かってるんですよ、うん、そうするとですね、その白人が主体の州はもうビックビックしてるんです、うん、それが約ねあのアメリカ国民の 35% いるんですね、はいはい、この 35% がトランプを応援したんですよ、うん、もうどんな理屈でもいい、どんな曲がった理屈でもいいけどとにかく移民を止めてくれと、うん、出生率止めるわけにいかないから、はい、もう移民止めてくれと、うん、それでまず7カ国中東7カ国からの移民を禁止したりメキシコに壁作るぞと、はい、で日本のマスコミはメキシコに壁作るとか中東からの移民を禁止するとか一体何事かって言ってるけど実はそうじゃなくてもう切羽詰まってんですよ。だから白人の親から言うとですよ、はい、これどっちが正しいなんて僕全然言ってないんですよ、はい、白人の親から言うと俺たちが200年かけて作ってきた白人優位社会なんですよ、はい、確かに、うんうん、だから白人優位社会ってのは差別主義っちゃ差別主義だけど白人から言わせれば200年頑張って俺たちの祖先が作ってきたものを全部選挙で崩されるから、うん、だからもう耐えられない、だからもうどんなことがあったってトランプだということなんですね。ですからトランプ大統領が当選したり今問題になっているものが理解できない方が視聴者の方におられると思うんだけど、はい、もうこれ一発でも結構理解できるんですよ。で 35% っていうのはかなりの量で、はい、それにちょっと積み足すと45となるでしょ、はい、そしたら選挙に勝つわけですよ。45ぐらい持ってれば、はい、固い票が35あるから、はい、それであのトランプ大統領のこれからの政策なんかもね、うん、あのこう主張されてる人が、はい、あの日本のマスコミとかアメリカのマスコミは基本的には全部白人側ですから、うん、だから見方が違うんですね、はい、白人側っていうかその黒人も有色人種も交えた白人側ですからね、はい、今日運動やりたかったけどできなくなっていっぱいなんかいろんな感じになりましたけども、はい、もうあと3分半ですもんね日本半、ね、はい、いつもあのたくさんね話題をあのこんな話はどうかということで皆さんにお話したい内容たくさんあるんですけども、そう、どうしてもこうお話一つ一つが盛り上がらざるを得ない話が多くてですね、はい、今日ちょっと桃子さんちょっとあの親子のやつはしつこかった、いえ、だからあのくらい説明しないとあのグラフって難しいんですよね。そうですし、あのまさにドンピシャな感じの、ああ、まあ、下はまさに中学校1年生の息子がいるんで、ね、ああやっぱり自分 の生活に役立つためには真から理解しなきゃいけないから、ね、そうですね、まあ、暮らしの中にそういったいわゆる科学的な見方を上手に取り入れられるっていう意味では、うん、非常にあのこう冷静になれるといいますかね、感情的にこう家庭を回すっていう言い方は変なんですけどね、そういった意味ではあの、とてもこう参考になる話だなというふうに思ってます、前回は遺伝子的に話したんだけど、はい、今度はその世の中の変化と親子関係っていうのをね、はい、ちょっと焦点に合わせたわけですけども、はい、やっぱりちゃんとした理屈があってその理屈を踏まえてお母さんとお父さんがね、はい、あの接してあげるってことが非常に大切だと思います。これまた夫婦で仲良くこの番組を見なければそういった話題にもついていけないという感じにもなってるような感じもしますよね。そうですよね、なるほど、はい、さあ少しあの時間の方があってあの視聴者の方からのメッセージちょっと言ってもいいですかね。はい、実はですね、あの武田先生のブログでクローバーネット TV サイクロチャンネルを知って見ているという方からのお便りがありまして、で、まあ、虎ノ門ニュースを拝見しておりましたが武田先生の出演は各種にない残念に思っていた矢先、クローバーネット TV サイクロチャンネルでの登場ということで、まあ、あの地上波の、ね、登場機会がなかなかなく、はい、まあ、真実を分かりやすく楽しく飽きさせないように教えてくださる、まあ、武田先生に非常にまあ共感を持っているというようなお便りなんですけども、まあ、最後のメッセージとしては、真実を伝えてくださるお方が発信力を持たれることに希望を持ちますということ、そうですね、そういった内容なんですね、まあ、あの社会はだんだんそうなっていくと思いますけどね、はい、なかなか地上波も辛いんですよ、面白く見せるっていう、ね、必要性があるから、はい、だからコマーシャルありますからね、そうですね、これがこうこれがこうなりますから大変なんですよ、まあ、今後ともこういったような先生の励ましのね応援メッセージなんかもね、楽しみにしたいなと思います、はい、それではそろそろお時間になってきたということ で、はい、今日も楽しくそして明快にお話を聞かせていただきました、ありがとうございました、
番組では視聴者の皆様から武田先生の質問、それからこういったテーマで話してほしいとかですね、あとは応援メッセージとか、はい、今のようなあのメッセージなども、はい、あの大変嬉しいですのでお送りください。クローバーネット TV のメールフォームがありますので、そちらをぜひご利用の上お送りいただけると簡単にお送りいただけるかなと思います。それでは次回のお知らせです。次回は2月23日の金曜日夜の7時から、今回と同じ埼玉県志木市のスタジオからお届けいたします。武田邦彦の本当の話、次回もまたお楽しみに。ありがとうございました。